うわー、いい。ランスロット卿、正気ではないようですね。王妃を連れて逃げた時のあなたを。あ、暑苦しい。おう、おう。いよいよ決戦だ。敵も相当な戦力を用意してるはずだ。長期戦になりそうだぜ。まずは肩慣らしに今いる敵をやっちまおうぜ。敵さんは捕捉、こっちから仕掛けるぜ。飛んでけ、いくよ。おっと、助かるぜ。一緒に戦うのも悪くねえな。まさかよ。今です、攻撃を開始してください。おいおい、こっちの陣地に敵が侵入したぞ。あ、この反応はサーバント。こいつらただのシャドウじゃないぞ。おそらくバーサーカーが紛れ込んでやがる。放置すると危険だ。紛れ込んでいるバーサーカーを見つけ出してくれ。シャドウに擬態してるバーサーカーを早く見つけ出せ。不意打ちを食らうと危険だ。よし、軍とは気が利くねえ。残念、ただの。しましたよっと。たまには俺だって働かねえとな。よし、そりゃそれ、いくよ。飛んでけ、パワーアップ。転んじゃえ、よっ、はっ、食らっちゃえ、よっ、ちょっ、突き飛ばせ、突撃。転んじゃえ、はっ、よっ、それ、飛んでけ、はっ、そりゃ、はっ、いくよ。制圧完了。
調子でさっさと片付けてくれよ。やっと吹き飛ばせ。足元中央、こっちに、こっちに敵襲発生だ。いざとなったら援護を取る。サンキュー、いい戦いぶりだったぜ。どうだ、やっと倒せたか。もう二度と来てほしくねえな。次の資格です。大きい方のバーサーカーに出てもらうとしましょう。加えて俺たちの力が抑え込まれちまう。この結界解除しねえとまともに戦えねえぞ。要になってるセクターがあるな。そこを制圧すれば解除できるはずだぜ。ここでこの結界とはな、敵ながらいい作戦じゃねえか。やっちゃおう、やっつけろ。パワーアップ、いくよ。ではここから反撃といこう。おにぎり激発稼いでるじゃん、あんた。いや本気の本気だからね。そりゃ飛んでけ、突撃。悪いな、もう魔力が尽きちまった。一旦撤退させてもらうぜ。よし、やっはっ、くらっちゃえ。はい、よし、これで普通に戦えるぜ。一気に攻勢に出るチャンスだ。Thank you.
陽軍団もいなくなってすっきりだぜ。こうなっては仕方ありませんね。予定外ですが私も出ましょう。残ってるやつを一気に撃破しまおうぜ。あー突撃。待たせたかな。これより戦闘に参加する。さあ確保で来い。そりゃ転んじゃえ。救援は間に合ったようだな。的確な判断だった。よっ報告。こっちの敵さんは撃退した。そっちはそっちで好きにやんな。そうね。よっはっ突撃。こんなところで出会うとはな、ライダー。気は乗らないが、怪物退治と行こうか。口が減らない男ですね、アーチャー。その口、縫い合わせてあげましょう。いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。飛んでけ。足元注意。本気だからね。
十二勇士アストルフォ、いざ尋常に勝負。救援感謝する。余計な手間だったね。お疲れさん。これで敵は壊滅状態だな。出やがったな。やつで最後だ。今度こそとどめを刺せ。よし、総員、全力でバーサーカーを倒せ。サンキュー、いい戦いぶりだったぜ。戦場を切り裂く刃のようだよ。引き続き奮闘してくれ。さすがの数、素晴らしい。さすが、嬉しい。あれだけの軍を出して行くか、ラン。ああ、お前のホス、元より地上の王権とはそのようなものだ。行くんですね。ああ、土産を楽しみにしていろ。だが大抵とやろ、このままでは。ところでソロシャルル・マーニュ、いや君こそがその大抵で。
答えてくれ、シャルル。世は何者だ。あなたこそは偉大なる欧州の父、誰もがひれ伏す栄光の頂に立つイクワール大帝。残虐も清廉も。ならば攻めよ、足りないならば。そしてこのセラフをさまよう全てのサーバー、この父のもとへと。